今日のナンクル旅トークお送りしてます。2016年2月4日夕方6時半過ぎました。ちょっと今日はハイテンションでーす。ですね、あったかくなりましたね。あったくなりました。もうそんなことはどうでもいい。今日はですね、いつもの旅のトークですね、ちょっと変えまして、今日番外編ということで、今日は素晴らしいスペシャルゲストをご用意しております、が来ております。その方にいろいろ話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。こんな感じじゃあ今日のゲストです。ファニーの椅子、今日のナンクル旅トークをお送りしております。今日はですね、番外編ということで、スペシャルゲスト、素敵な方お越しいただきました。ファニーノイズのドラム、シューです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ファニーノイズのでドラムを叩いております、シュー太郎と言います。よろしくお願いします。このパーソナリティを務める、崎山くんとはですね、もう二十何年ぐらい前ですかね。ね、もうだいぶ長い、中学生ぐらいね。だいぶ長い友達なんですけど、このイントロとか、イントロというか、BGM とかで流れてる曲とかも、もう本当に古傷がね、古傷が痛みますよね。本当に。古傷に、はい、なんていうか、塩じゃなくて、なんかもう、七味とか、ジョルキアぐらいな感じ。ね、そうそうそう、もう。擦り傷に。スピリタスみたいな感じ。そうですね。いや、もう懐かしい。20年、ありがとうございます。なんかパチパチが来てありがとうございます。20年前とか、20年ぐらい前に一緒にね、住んでて、もうバンドもやってたんですよ。同棲してて、同棲っていうのもあれですよ、1LDK に4名で住んでました。神奈川県の方で、ちょっとまあ企業名言ったらダメだけど、某コピー会社で働いてまして、その時は2人で住むってことで4名で住んで、かなりカオスな状況で生活して、よく旅に行ったりしてました。そうですね、白馬のスキー場で働いたり、働いたりしてもう栃木県の奥日光行ったり、何度も生死のもうね、生死をさまよいましたね、僕ら。富山の駐車場でね、その冬の。そうなんです。ですね、もう何年かな、4年5年ぐらいって、3年4年かで、引き上げるときに自分が軽自動車持ってたんで、それに荷物全部入れて、じゃあ引き上げようってことで、でもそのまま引き上げるのもってことだから、旅しようってことで、じゃあ九州まで、福岡まで行って船で帰ろうって言ったけど、なぜかわからないけど白馬行って、北上してね、して最初に北上して、石川県行って、兼六園見て、もういろんなところで、真冬でね、そう、それでその富山でかっちゃんって友達がいて、はい、でちょっとズーズーしくかっちゃんの家に泊まろうって感じで、何もアポ持ちないで行って、かっちゃんに「今日富山だよ」っつって「泊まらせて」っつったら「今日無理だよ」って言われて「マジ？」っつって。まあ、でも満喫っていうか、その時満喫なかったんで、そういう時は24時間のファミレスで寝ようっていう、そうね、そういう感じしてて、で行った富山県、ファミレス24時間行ってるとこなくて、12時に閉まるんですよね。で、どうしよう、宿泊まるのもなってことだったんで、あれですね、洋服の青山ですね、忘れもしない駐車場でね、はい、マイナス6度ぐらいだった。マイナス6度ぐらいの中で、猛吹雪、ガソリン代もなかったんで、そこでクーラーもかけれず寝てたんですけど、布団だけかぶって、もうなんか
フランダースの犬みたいになってて2人とももう本当に何ですかね、窓ガラスに近づくと、はい、あれなんですよ、痛いんですよ、痛い、だから窓ガラスよりちょっと離れて布団かぶって、うん、でも寝れない、でも、ね、寝ても危ないかな、みたいな、あの寝るっていうか崎山は確実に意識が遠のいてたよね。そうそうそう。あの、僕にね、あの、名言を吐いたんですよ、彼が。あの、そうだね、あの、シュー、もう俺、ダメかもしれないっていうことをね、言ってたけど、次の日、ピンピンしてましたね。あ、ね、はい、元気だったね。やった、あの、あれですね、太陽が出た後、出る前は寒かったんですけど、はい、あの時の太陽って本当に優しかったです。ね。もう、ホリデーマーガリン以上に。富士山とかでも、うん、君、あの、あ、ほぼ泡吹いてるような状態で登ってたよね、高山病になってね。そう、そうなんですよ。で、高山病って知らなくて、あの、結構なめてたんですけど、うん、まあ、沖縄から来た4名で富士山登るって言ったら、あの、会社の人になんか、あの、どんな格好で行くと、普通の格好で行くって言ったら、とにかくジャンパーはだけ持っていけ、寒いからって言われて、じゃあ分かったってジャンパー持って行ったんですけど、朝早く行って、はい、で富士急で遊ぼう、まず、うん、でもちょっと遊んで仮眠していこうと思ったけど、あまりにもがっつり遊んだね、閉店までいて夜9時まで、でその前の日朝5時から出て行って9時まで遊んで、うん、そのままスキー屋でご飯食って、はい、すぐそのまま8合目って登って、あ、8合目じゃない、登って5合目まで車で行って、もうやばかったです。高山病って知らなくて、なんか8合目ぐらいからなんか頭痛と吐き気があって、ね、でもうちょっと登ったら、まあ、ごめんなさい、ちょっと、まあ、ちょっとこう、いや、出して水飲んで落ち着いたらまた登って、うん、もう最後らはなんか耳にビニール袋かけていつでも履ける感じにして、でやばかった、ね、先山だけじゃない、でも あの時はあの四郎も、四郎もか、四郎も、うん、あ、一緒にいた友達なんですけど、もうやばかった、2人死んでて、僕ともう一人はあのピンピンだったよね、あのだいぶピンピンした状態で上まで上がったんですけど、うん、あの即下山っていう状態にもかかわらず強引に連れて行ってですね、あの頂上まで、あれあれなんですよ、わ、若、あ、そうね、高山病じゃなくて高山、あ、うちも崎山病ですね、まあどうでもいいですね、あの、面白くないね今のは、そうね、高山病って知らなかったんですよ、知らなかったからまずは登ってみようと思って、後から聞いたら本当に危険だよって言われて、うん、まあ知らないっていうのはいいですね、無知っていうのは強いっていうか、強いよね本当に無知って、まあ、運がいいというか、うん、多分あの、そうそうそう、後ろ守護霊さんに守られてるなっていうのをすごく感じます。彼のこと知ってる方は知ってるかもしれないんですけど、あの世界一周に出たんですよ。で、あの一度あの最初にアメリカ、ニューヨークだっけ、ニューヨーク、ニューヨークに旅に出るっていうことで、あの僕らにちょっとあの相談があったんですよね。で彼それまでずっとあのイギリスっていう国があると思ってたんですよ、うん、イギリス、あので外人に向かってもイギリス、イギリスってこう言うぐらい、あのイギリスっていう国があって信じてたんですよね、うん、それぐらいの英語力で、うん、あの行くっていう状態だったんですよね。で君英語わかるのって言ったら、わかるって言って、ね、あの崎山何がわかるかって言ったらイエイしか知らない状態で言ってるんですよ彼。イエスも知ります、うん、知ってる、ノーも知ってます、うん、で、あのでも絶対これやられてくるなっていういやー、うん、まあ、ね、あのなんとかなったんですけどね、うん、まあ、ちなみにあのその時あの締め太鼓持って行ってエイサーの衣装持って行って、うん、あの10年女神を見に行くフェリー乗り場があって、そこあのバッテリーパークっていうところあるんですけど、まあ、そこで、まあ、いきなり衣装着替えて、うん、カセットテープ流していいやさあさあって踊ってたんですよね、うん、そしたら人だかりできて、すごいよね。その時あの鍋送って分かんなくて、うん、なんか2ドルぐらいもらったんですよ、うん、人から、うん、あいいよって言ったから、いやあげるって言われて、あこれがパフォーマーのやつなんだってのを知って、うん、まあ、これでホットドッグ食べてって感じで、うん、まあ、あの2日後には口内になったんですけど、まあ、それはどうでもいいね、うん、まあ、そんな感じでした。でもまああれだよね、こうよくやろうと思ったよね。あんまり考えてないだよね、うん、考えたことないでしょまあその時どうにかしようって感じでやってきたんで、うん、そう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 、で彼とね、あの一緒にこう日本を全国いろいろなところでこう回っているうちに、多分そこでね、あの味を占めたんじゃないかなと自分は思ってるんですけど、どうなんですか。もうまあ
味しめるし、なんかいろんな出会いがあって、うん、まあ先ほどのエイサーなんですけど、うん、踊ってるとなんかあのアジア人の老夫婦がいまして、うん、なんかずっと見てて、なんか終わった後になんかどっから来たのって言われて、あ、日本の沖縄だよって言ったら、あ、そうなんだって言って、うん、で聞くとその方夫婦あの台湾の方で、はい、なんかうちでもこんなものあるよって言って、あ、そうなんだって仲良くなって、なんかあの夜ご飯おごってもらいました、高級中華を。すごい、すごいよね、ラッキーと思って、うん、こういう、うん、でもね、あのいろいろこうあの僕も旅というかあの、まあ、バンドとかでね、うん、あのまあ、海外とかに行って、はい、もう全く知らない人たちと、まあ、あのコミュニケーションを取ることもあるんですけど、うん、あのどうなんだこう世界いろいろ回ってみて、うん、まあ、崎山君に比べたら全然、うん、あのまだまだ全然回ってはいないんですけど、いやいや、あの名物って人だよね。人だね、人面白い。めっちゃいいこと言ってんじゃん。いいこと言ってるね。ちょっとなんかポイントなんか座布団ないね、うんうん、いいか。じゃあちょっといいこと言ったんで、はい、じゃあ曲流そうか。いいこと言ったら曲流すって感じのパターンなんで、はい、じゃああのファニーノイズ、じゃあ曲、はい、説明お願いします。僕がドラムを叩いているファニーノイズで、メアリー・ライリーという曲を聴いてください。お願いします。
ファニーノイズですね、ニューアルバムシリアルイレブンですね、イレブンのメアリーライディーっていう曲を、はい、ありがとうございます。そういえばなんか近々なんかイベントがあるっての聞いたんですけれども、そうですね、この僕らは、沖縄でを中心に活動してるんですけれども、スーザンというバンドが今、東京に帰ってきておりまして、そのバンドが3月の5日ですねに、沖縄にやってきます。いつもはニューヨークとかで活動しているバンドだったんですけど、今一時帰国ということで帰ってきております。沖縄の、アウトプットというライブハウスで3月5日土曜日に、ライブを一緒にやらせていただきますので、お時間よろしければぜひ来てください。よろしくお願いします。で、このタイトルなんですけれども、ちょっと映画も彼女ら出しててですね、Taking the First Step っていう、初めの一歩を踏み出すことについてっていう映画を出してるんですけど、海外ってやっぱ英語とか喋れないとちょっと怖いなっていう、なかなかそこで活動するっていうのは結構みんなにとって結構恐怖だったり難しいハードルだったりすると思うんですけど、この一歩を踏み出すこのことについてですね、結構いろいろ考えさせられるね、バンドをやられてる方じゃなくてもですね、彼女らのドキュメンタリーなんですけど、バンドをしていない人にとってもなんかすごく勇気の出るようなドキュメンタリーのこの映画になっておりますので、そちらがですね、2月の13日14日にですね、開催される桜坂アサイラムというイベントでも映画の上映がありますので、ぜひそちらの方も見ていただきたい。特に、バンドをやってる人たちとかね、結構外に一歩踏み出してみるのも結構面白いよっていう、内容になってるかなと思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。で、3月の5日は我々ファニーノイズとこのスーザンで DJ に名優の、DJ タカシットと、タカシットね、はい、で、はい、DJ キムさんを迎えてですね、映画の上映もありますし、ぜひ足を運んでですね、楽しい時間を一緒に過ごしましょうという感じです。僕が、はい、フライヤーも作らせていただきました。はい、ちなみに時間が6時オープンの6時半スタート、そうです、18時半スタートですね、はい、はい、ぜひアウトプット3月5日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はいはい、でも先ほど言った初めの一歩っていうのは本当大事で、ね、やっぱみんな言われるんですよ、世界一周とか海外旅行って怖くないってよく言われるんですけど、はい、初めやっぱ怖かったですね、不安で、そつけ本当怖かった、怖い、知らなかったっていうのもあるけどさ、どうにかなるかなって思うけど、一応は不安っていうのもちょっとはあって、その不安を取り除くためにはなんかいろいろ調べ物してどこどこの一泊目は泊まるとか、そういう風のをやっていけばもうだんだん慣れていくし、慣れていくと、その日の宿はその日で探そうとか、だんだん慣れていくんで、初めはもうちょっと安全な方で、例えばツアーで行ってそこで慣れたら、じゃあ次は今度は一人で行ってみようとか、そういう感じでもいいし、で旅行するとね、だんだん慣れていくんで、その旅もだし、バンドもね、自分の好奇心とかにこう蓋をしてしまうと、損だなって結構思ったりするんじゃない、おっさんになると。いいこと言う ね、もうね、最後にもう一曲かけようね。最後に、このいい曲に免じてちょっと最後にお願いしますよ。でも本当にそう、好奇心っていうのがやっぱり何かやりたい、じゃあやるためには何かをしようって向上心にもつながるし、やっぱり毎日同じことではなくて、その中でも何かを、新しいことをしたいってことはもうね、すごい生きてるって感じをします、すごく、ね、すごく初めはちょっとね、あ、こいつバカだなってずっと思ってたんですよ、僕。やっぱり君のことをね。若干見下してたじゃないけど、そういうところもあったけど、なんか度が過ぎると、やっぱもう尊敬に値するよね、やっぱり。やりすぎがちょうどいいと思う。出る杭打たれるけど、はい、中途半端に出ると打たれるんですよ。はい、出すぎると打たれないから、うん、もう出すぎた方がいいです。もう、人に迷惑かけない程度に、
やりすぎた方がいいと思います、うん、俺まだまだなんですけどもっとやりすぎようかなと思って、ね、まあ、はい、あのまだまだ人にいっぱい迷惑かけようねあの僕ら、まあ、あの笑って、うん、ごめんって言って許してもらえるくらいな、そう、ね、軽い感じで、うん、すいません、あの先輩方いろいろまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします本当に、はい、いつも、はい、もうあのでもあのこの酒も見に来てよ、9時から仕事だけど、じゃあちょっと見に行く、うん、何番目に出るの？あ、僕らあの、まあ、日曜日に映画もやってたりするから、うん、早い時間帯とかにね、あ、本当に？あ、13日、うん、あ、13日桜坂会員だから行くよ、うん、ちょっと、うん、あの見に来てから、うんうん、こう多分いい、ね、あのちょっと元気になるんじゃないかなっていう、うん、思う。俺もしかしたらすごいなんか旅行チケット買ってそうな感じがするやばい、うずうずするみたいな。そうそうそう、なんかライブに誘うたんびに彼はね、あの韓国にいたりタイにいたりするんですよタイミングが悪くて、うん、タイミングが本当にごめんみたいな、今沖縄じゃないって感じ。そう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 、なんでかなって、あのあらかじめちょっとね開けて欲しいなって。あ、わかりました。ちょっとこの日もうちょっと顔パッと出すんで、うん、でそのまま仕事行く感じするんで、はい、ということで、すいません、もうあっという間にこんな時間になってしまいました、ね、はい、じゃあちょっと最後の曲の紹介をしゅうお願いします、はい、我々ファニーノイズがの新しいアルバムシリアルイレブンからですね、最後の曲、イノセントデイズオブインノーベンバーという曲をあの聴いてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。